マットシュテッテン、ロートリスト新線は、バーン2000計画の一環として建設された2004年12月12日に開通したスイスの高速鉄道新線である。ベルン近郊のマットシュテッテンとオルテン近郊のロートリストを結んでいる。全長およそ 52km で、途中にはバンツビルにゾロトゥルンへ向かう改良線を分岐させる分岐器2機があるのみである。 最高速度時速 200km により、スイスで最も重要な乗り換え接続駅であるベルン、バーゼル、中立機関の所要時間を1時間以内に短縮することができ、タクトファールプランのシステマティックな乗り換え接続を可能にしている。マットシュテッテン、ロートリスト間は、スイスで最初に E t o x が導入されて本格運用を始めた区間の一つである。 当初2004年12月に予定されていた E t o x の導入は技術的な問題により遅延した。2006年7月2日夜間の試験運転が開始され21時30分以降の列車は E t o x により最高速度時速 160km で運転されていた。その後路側信号方式の従来型信号システムから 車内信号方式の E トックスへの切り替え時期は予定よりも早められて2007年3月18日からすべての列車が E トックスを使用した時速 160km 運転を開始し2007年12月から時速 200km 運転が開始される E トックスの路側設備としては無線閉塞センターや電子信号呼気書がある 1926年から構想されてきた、この新線は、1996年12月から、建設工事が始まった。当初の完成予定は2005年とされていた。ボーラーストヌアーアウフニューボーストレッキンノイエツア社、サイトング氏2007年4月26日、インヨーロピアンレールウェイレビュー、イシュー3、2007、S98、メルドン・ボビギン、ニューボーストレックマット・ステトン、 ロスリスト in 愛ンボ本テクニシャルンチャウ45ナンバー10、1 0 1996 S593 ありがとうございます。